原口総務大臣がですね、はいはい、最高裁に上申書を出しておりましたよ、はい、これが20年ですけどね、はい、その県いわゆるあれだ外務省だとか、はい、いわゆるその当時は与党からも、はい、この鈴木忠の資料が来たと、はい、うんうん、それはですね、この必ずしも真実に基づくものではなく、自分たちの失態を隠すためや、自己保身のために流す場合が多いということです。だからこのモザンビークの水害支援で、私今偽証で言われてるんですけどもね、情報についても、その出発が一時期止められたのは、鈴木氏に原因があって自分たちの責任ではないという事実を作り出すために、今回のような情報リークをしたということは十分に考えられることです。言ってね、これ、原口さんが、平成20年ですから、うん、私に質問したのが14年ですから、うんうん、6年後にですよ、はい、当時2回生だった質問したときは、はいはい、4回生になって、うん、今考えると、自分たちもやっぱり権力側に使われていたと、うん、いうことをですね、はい、彼は正直にね、言ってくれてますね。これ記者会見でですね、先日質問したらですね、ご自身の方から私は問いただしていないのに、小沢さんの質問をしたら、鈴木さんの宗男先生のです、ね、話が出て、それで自分たちが当時間違っていた、それを反省し謝りたいというふうにおっしゃっておりましたです、ね。率直ですよね。それもしあれでしたらばコピーをいただけたらありがたいです。おお、いいですいいですよ。ぜひお願いします。はいはいはい。この記者会見でジョンが持ってきておいた。はい。鈴木宗男、あとジョンの件もそうだけども、はい、自分たちは間違った話したというね。ええ、ええ、うんうん。それを私が質問した部分です。ああ、そうですか。はい。あ、これはここ。あ、そう。はい。それ、先ほどオーナーシップ関係の。そうです。それは私です。これ、岩本さんで。そうです。ビデオでだったらば、私映ってます。ああ、そうかいさん、はい。岩本さんがやってくれたの。はい、そうです。はい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 、はい。今、原口さんが、散々関係者発言で問題視されてるものも、うん、あれも私の質問に。ああ、それよかった。ああ、なるほど。先生、あと、これから国会で、国会が、こういうですね、うんうん、検察の在り方、司法の在り方、あるいはメディアの在り方に対して、改めていくためにですね、しなければいけないことっていうのは、一体何がありますか、それについて、うん、まあ、例えばその先ほど言った法務委員会でですね、私はね、三井さんを呼ぶみたいな話もあります。三井さんを呼んで事実関係、明らかにしたいですね、はい。検察の裏金の話。裏金の話。はいはい、自分たちの反省なくしてね、はい、とにかく、この裏金の時も、はい、三井さんが捕まった、はい、平成14年、はいはい、あれは4月、はい、その直後に、はい、うちの秘書を捕まえるんですよ。あ、それは検察がですよ、うんうん、国民の目だけ変えるんですよ、うんうん、浅野君、歪んだ正義地本内か、この歪んだ正義にですよ、はい、宮本雅史さんがね、うんうん、書いてるんですよ、はい、その検察を叩くと、はい、鈴木宗男の情報が入らんぞと、うん、おい浅野、これどうだった、新聞に対して言うわけですね、はい、メディアに対して、はい、あれおい三井のさ、あれ歪んだ正義もう一つ、いやそれです、おい知りつけておいてくれ、あのあらもう一つはちょっと分かんないですけど、例のあら結構ペン線書いてるのは分かるんですけど、ここ三井さんの90ページだな、これおい、ここか、うん、裏側の時、三井さんの事件を取材する際法務省の窓口が決まっていたんですが、この幹部はインタビューが終わったとこう言ったんです。あんまり三井事件で検察庁を叩くと、はい、鈴木宗男事件の捜査情報が入りませんよ、なるほど、分かっていますねと、これを聞いた時検察の思い上がりを嫌というほど痛感しました、ね、その幹部は将来の検事総長候補だったと言って、なるほど、これ特定されてますけどね、はい、誰ですか、いやいやこれまで言えないわな、あ、そうですか、うん、これおいおい、これ
歪んだ正義でね、これよくできてますよ。はい。うん。はい。入手して。宮本正史。はい、宮本正史。これ今も産経情報センター出版局が出してて、私が昔勤めてた出版社です。ああ、そう、ね。はい。これしかも産経の方なんですよね。産経ですよ。で、今めちゃくちゃなこと書いてるじゃないですか、産経新聞は。うん、で、ところがこう、ジャーナリストをここで見ると頑張ってる方いらっしゃるんですよね。で、今宮本は対馬が危ないっていうシリーズやってるんですよ。ああ、なるほど。あの、あ、はいはい、これはちょっと右寄りの男ですから。ええ、そうですね。ええ。うん。なるほど。なるほど。